話題になってたダイソーの新商品、人感センサーケーブルを購入しました。周囲の人の動きを感知して、USB 接続の機器の電源を1分間自動でオンにします。まずは開封、取説が入ってました。感知範囲は周囲2メートル、角度は120度。注意事項がたくさんありますね。最大電流は1アンペアまで。とりあえず使ってみました。LED テープなどに使うと良さそうです。それでは分解していきます。外側にネジなどはないのでこじ開けます。ちょっと割れちゃいました。ドンマイ。とてもシンプルな作りです。ケーブルの引き出しのあたりは雑な印象です。回路を見てみます。5V から 3.3V へ高圧するレギュレータ。謎の8ピン IC で制御しています。SCL と SDA のシルク印刷が気になりますね。ローサイドスイッチの回路のようです。すでに先駆者による検証がされていますが、 I2C としては機能していなさそうですね。赤外線センサの出力を見てみます。センサにアンプが内蔵されているのか、デジタル出力されています。これは何かに使えそうですね。というわけで今日はダイソーの人感センサーケーブルを分解してみました。この価格で 5V 1アンペアが自動でオンオフできるのはいろいろ使い道がありそうです。8ピンの IC を張り替えれば好きなデバイスも作れそうな気がします。皆さんもいろいろと試してみてくださいね。